神戸城は、三重県鈴鹿市神戸本田町にあった、日本の城である。江戸時代には、神戸藩の藩長が置かれた。神戸公園神戸城大手門小越図面神戸市四代の神戸犬政が天文年間に築城し、本拠地を沢城から移した。滝川一益の信仰に和睦し、養子に受け入れた、織田信長の三男、神戸信鷹により、より強固に集築された。 城主はたびたび変わり、関ヶ原の戦い以降は、一柳氏が五万国で入った。その後一時期天領となった時期もあったが、慶安三年、石川総長が一万国で当地に封じられた。京方十七年には、本田忠氏が二万国で封じられ、城を集築し入城した。以降明治維新まで、本田氏七代が居城として用いた。本丸には、 野面ら済みの天守台があり、かつては、神戸信隆により56階の天守が築かれ、北東に小天守と南西に、付けらがある複合連結式の天守であったことが、確認されている。天守は文禄4年に解体され、桑名城に、三重らとして移築され、神戸らと呼ばれた。現在城の中心部は、神戸公園となり、二の丸跡には、 三重県立神戸高等学校が建てられている。神戸城石図上跡は、公園として整備され、本丸の石垣及び堀の一部が残る。三重県の史跡に指定されている。現存する建物として、姉妹東玉垣町の蓮華寺の首労として移築された、二の丸太古屋倉、及び、四日市市西日野町の県省寺に移築された、大手門がある。 城下の良好寺には、神戸城主の本田正氏等が建てた書院がある。ありがとうございます。